はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、いや、行ってきましたよ、歯医者にね。まあ、昨日のね、動画でもね、お伝えした通りなんですけども、歯が抜けましてね、まあ、っていうか、その銀歯が取れたんですけども、その銀歯のね、状態とその取れ方を考えたらですね、まあ、抜けたと表現できるぐらいだと思うんです。まあ、歯の中にこう埋め込まれている、埋め込むと言いますか、まあ、奥深くね、こう入っている状態だったんで、形状がそうやったんで、まあ、歯が抜けたって感じなんですよ。まあ、一滴でとりあえずね、埋めてもらったんですよ。応急処置ということでしたね、とりあえずね。で、先生がね、今回は完全にすることはできないので、次回に抜けた銀歯をね、持ってきてもらって、それをもう一度入れてもいい状態か確認しますね。無理なら新しいのを作ります。でもね、次の予約がね、9月なんですよ。もうちょっと早く来ましょう。といった感じでね、本番はね、来週の内科の通院の日と同じ日にね、予約を入れてもらいました。まあ、今日はね、予約外の通院やったんで、まあ、めっちゃ待たされるかなと思ったらね、まあ、意外とね、患者さんの数が少なくてね、1時間待つだけで済みました。まあ、昨日電話しててよかったですわ、ちゃんとね。一応予約外やったけど、その予約、仮予約的な予約になってたんですね。だから僕が行くことは分かったんで、まあ、誰か先生が対応してくれるっていう、このスケジュールにこう埋め込まれてみたいなやつ、ちゃんとね。まあ、でもそれでも1時間もあったんですけどね、まあ、でもその間にね、この動画の前に投稿したシャンプーの動画があるんですけどね、そっちの編集をね、したんでね、まあ、ちょうどよかったです。まあ、概要欄にね、そのシャンプーの本編のね、URL も載せときますんでね、よかったらね、そちらもご覧ください。で、ほんでね、今回の先生がね、いつもの先生じゃない、違う先生だったんですけども、まあね、その以前に見てもらったピンチヒッターで見てもらったね、美人歯科医とね、また違う感じの、ショートカットスポーティー系健康的女子みたいな感じのね、爽やかで優しい感じのね、先生でした。次回もね、まあ来週もね、その先生の予約なのでね、もう一度ね、会えます。ちゃうわ。見てもらいますですね。まあ、今回のね、その右側の奥から2番目の歯、銀歯がね、こう抜けてね、でそこにこう、新たな素材を詰めてもらったその素材がですね、こういつも左に詰めてもらっては失敗に終わっていた素材とはね、全く違うくて、結構ね、頑丈すぎて、こう歯磨きしても絶対取れへんような、ね、素材やったんです、今回はね。まあ、ちなみにね、今左に入ってるのと同じ素材だと思います。まあ、それをね、入れてもらってるところをね、一応動画で撮っていたんでね、ご覧ください。もうそういうのでもいいよ。ありがとう。なんかね、すみませんね、先生。いいよ。はい、どうぞ、入ってください。はい、取れます。うん、いけます。面白いね。でこんな透明のやつで、これポコってね、今度機械、弾いたら取れますんで、うん、それで金属持ってきてください。うん、一回噛んでもらっていいですか、立ち開けてください。ちょっとね、これ固まるの待ちますので、待ってください。うん、一回噛んでみてもらっていいですか。だいぶ高いです。うん、開けます。開けてください。ちょっと軽く開けといてくださいね、固まるの待ちますので。はい。まあね、見てもらった通りなんですけどもね、何のこっちゃ分からんと思いますけども、結構なんかこう練って練ってってして入れてもらったんですよ。まあ、その入れてもらう前にね、しっかりね、説明をしてもらってたので、何の不安もなくね、身を任せることができました。まあ、これでね、来週までね、頑張れそうですわ。でもね、まあ、他の歯はまだ治療の途中やし、まあ、治療が始まってない箇所の方が多いんですよ。知覚過敏でね、外でも冷たいもの飲んだら痛いし、あんなボコだらけで歯に詰まるしね、だからね、もう相変わらずのね、ぬるい流動食でね、やっていきますわ。とりあえず来週まで頑張ります。ということで今日はね、応急処置をしてもらったっていう話でした。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。